クワ,クワーティ配列、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 クーエルティ配列は、ラテン文字が刻印されたタイプライターやコンピュータなど、文字入力用キーボードの多くが採用する、デファクトスタンダードのキー配列である。A 字最上段の左から6文字が、Q, W, E, R, T, Y の並び順であることから、クワーティと呼ばれる。 1872年にクリストファー・レイ・サム・ショールズによって配列の原型が提案され、1882年に下記の配列が登場した。クリストファー・レイ・サム・ショールズが1867年に制作したタイプライターは、ピアノ型のキーボードで一家のように、ABC 順の配列であったアメリカ特許第79,868号。 入力されたアルファベットを印字する機械としては、デイビッド・エドワード・ヒューズとジョージ・メイ・フェルプスによって制作された印刷電信機が当時すでに実用化されていた。ヒューズとフェルプスの印刷電信機では、ピアノ型のキーボード上にアルファベットの前半が左から右へ、後半が右から左へ配置されていた、カズ・アメリカ特許第26003号。 1870年頃からショールズはボタン型のキーによるタイプライターの制作を始めるが、初期段階におけるキー配列は不明である。上記の印刷電信機のキー配列から母音 AEIYUO が上段に取り出され、最上段に数字が付け加えられた以下に示すようなキー配列であったと推測される。1872年8月10日の サイエンティフィック・アメリカンに掲載された、ショールズのタイプライターの図からは、以下のようなキー配列が読み取れる。i、数字の1にも使用されるが8の隣に移動されたのは、当時の年号、1871を打ちやすくするためであり、s が z と e の間に移動されたのは、当時のアメリカのモールス符号において z が、で表されることから、z と se の判別がしばしば困難となり、 続く文字を受信してから Z あるいは SE を素早く打つためである。1874年7月に発売されたショールズグリデンタイプライターのキー配列では数字としても使用される I と O が隣り合うように配置され右下に置かれていた P と R が現在と同じ位置に移動しているアメリカ特許第207,559号 1882年には M と C と X のキー位置が変更されたレミントンスタンダードタイプライターナンバー2が発売され現在のクワーティ配列が完成したタイプライター用鍵盤配列は1880年代にはレミントンのクワーティ配列に対してアメリカンライティングマシンのカリグラフ配列というライバルがあった1882年に発売された カリグラフナンバー2のキー配列を一家に示す。特許の関係でシフト機構を用いず、大文字と小文字を独立したキーに割り当てる方式を用いている。双方は科学的根拠を持ち出して宣伝合戦を繰り広げるとともに、どちらの配列を使えばより素早く入力できるのかを競うための打鍵速度コンテストも行っていた。コンテストでは、 それぞれの入力方式を操るユーザーが少なくとも一度、勝っており、速度面での優劣を示すことはできないままとなっていた。1893年3月30日、レミントンとアメリカンライティングマシンを含む、大手タイプライター会社5社を参加に収める形で、ユニオンタイプライターカンパニーが設立され、タイプライタートラトという河川行為が行われた。 英文入力用鍵盤配列の差に由来する性能競争はタイプライタートラストの実行によって性能面での最終決戦を行わないままに競争の意味そのものを失ったタイプライタートラストの優位性を確立する手段の一つとしてキー配列がクワーティ配列に統一された大手のタイプライターメーカーがタイプライタートラストに基づき そろってクワーティ配列を採用したタイプライターを製造し続けた。その結果、タイプライター市場ではクワーティ配列がデファクトスタンダードとなった。クワーティ鍵盤は全指タイピング10本の種子を用いてタッチタイピングする技法と全指タッチタイピング鍵盤を見ることなく文字入力を行う技法が成立する前に設計された。そのため、 基本的には全指タイピングや全指タッチタイピングで操作されることを前提とした設計であるかどうかが不明である。エリザベス・マーガレット・ベータロングリーは、いずれも1882年に、クワーティ配列向けの運指法と、カリグラフ向けの全指タイピング法を発表した。フランク・エドワード・マッガリンは、左手の親指は使わない球指タッチタイピング法。 かつての印刷電信機はデイビッド・エドワード・ヒューズによるピアノ鍵盤様のもの、ジャン・モーリス・エミールボードによる5キー、同時打鍵方式によるものであった。ドナルド・マレーは1901年に発表したテレタイプに対しクワーティ配列を基本とした鍵盤配列を搭載した。マレーのテレタイプ用鍵盤配列は数字入力に専用のキーを持たずシフトキーと 英字キーを組み合わせて数字を表現する仕掛けを採用した。クワーティー鍵盤配列の文字並び順と数字並び順がここで紐付けされたため、それ以外の鍵盤配列をテルタイプへと採用することが事実上不可能という状況となった。コンピュータの黎明期、入出力装置としてのタイプライタ類は設計者による手作りで自作のものもあれば、 自社で特別に製造することもあれば、テレタイプ端末が流用されることもあった E-TAC の出力の場合、エドサックの入力自体は参考紙テープであり、その紙テープを作るのがテレタイプ端末であった。既存機器の流用のため、その元の配列がテレタイプ端末など、クワーキ配列の場合は、クワーキ配列が使われるということになった。クワーィ配列は、 オーブンアルファベット入力用として、世界の大多数で採用されていたキー配列であるが、各国の言語事情に合わせて、改良型が導入された。フランス語圏においては、アザーティ配列が、ドイツ語圏、チェコ語圏においては、クワーツ配列が作られるなど、クワーティ配列の足も存在する。またそれぞれも国によって、細かい違いが存在する。 また、アルファベットではない文字を、主に母語の表記で用いる。国の中には、アルファベット入力用として、クワーティを用いつつ、母語の構造に適用する配列を上乗せして、切り替えながら使用する例がある。日本語、韓国語、中国語などの例がそれにあたる。オーガスト・ド・ボラックは、1933年に、ド・ボル・ジャーク・シンプラハイド・キーボードを発表した。 この鍵盤配列はクワーティとは異なり、はじめから前、指タイピング法を目指して設計されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。